はい、こんにちは、こんばんは。どうも、岡原でございます。ということでですね、今回もコールオブデューティブラックオプス3を、やっていくわけなんですが、はい、今回は動画投稿50本目記念ということになりまして、キリのいい50本目ですね、おかげさまでほぼ毎日上げているということなんですが、さあ、今回はですね、KN を使って50本目記念やっていきたいと思います。マップはメトロ。おお、自分が初めて実況プレイをやった時もメトロでしたね。しかも多分立ち位置ここ同じですよ。いや、これはね、活躍したい。そこそこ活躍していきたい。さあ、あの時と同じようにね、水の中から行きましょう。水の中から来ますよね、来ますよね、当時も言ってたと思うんですが、さあ、味方がやられ、あー、やられましたね。これちょっと裏から行きたい。そろそろ溺死するんじゃないかと思うんですけどね、これ。さあ、まず1人カット。もう一人、うーん、抜けなかった。まさかの後ろのやつが抜けるっていうねまさかだよ、前のやつじゃないんかい。とっさに構えたのが後ろのやつでしたね。さあ、下から来るか、来ないね、大丈夫だね。 OK。 さあ、こっちの方から、うーん、おっと、敵がそっちにいるなんて知らないよ、私にはね。おお、なんというえぐい待ち方をしてくるんだ、君は。やめてくれ。おーっと、とっと、それはカットできなかったが、キャットって何、キャットで猫か。そうやね、猫といえばですね、今ただいまですね、うちの玄関で野良猫がニャー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 言っているんですよね。どうでもいい情報なんですけど、さあ来るか。うちのお庭では野良猫がニャー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 泣いているぞ。さあ突みますか。さっきここにいたんですよね、さすがにいないですもんね、これ。今回はさあ味方がやられていくのか。うん、やられたっぽいですね。あっちで結構なぎ倒されている感じがしてますね。さあ、てカット。んで、こっちから後ろから来るよね。そうだよね、リスイッチそっちだもんね、来ますよね、さすがに。ああいう時どうすればいいんだ。やっぱリスイッチの方集中した方がいいんですかね。さあ、10対19、やばいぞこれは。おるかな、いるかな、いたね。どこからいる、え、こんなとこから来てるの、ちょっとえぐいです。今回やばいぞ、やばいぞ、流れに乗ってない。なんかもうこういう時ね、至る所から撃たれる感じがしてね、さすがにきついねこれ。うお、どっから来てる、もうどっから見てるのみんな。さ、これ待ちゲーかて、何の待ちゲーや。もっと動こうぜと言いたいところなんですが、これ駆られる方が悪いんですよね、どうせ。どうせ待っている。さあカット。もう一人ね、なんかどっかから撃たれる気がするんですよ、これ。怖いな、怖いな、怖いな、怖いな。さあ、どっから、あー、ちきっていく、なんかね、もう怖いんですよね。今回のチームデスマッチ、怖いっす。あの時の勢いはどこ行ったって、反転しましたね、リース反転ですよ、これ。もう一人、失礼。で、今回、キネティックアーマー持ってきてるわけなんですけどね。一番最初の時もキネティックアーマーだったっけな。いや、ビジョンパルスでしたね、確か。いないね。さすがにリスイッチはもう向こうか。いや、でも、あ、向こうか。飛んできます。あ、電車だもんな。電車通過するのを待って。待った。よし、ゴー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 。キネティックアーマーだよ。私、キネティックアーマーですよ。おー、さすがに2人目はきつい。もう早いな、キネティックアーマー解かれるの。いやー、点差がすごい。もうどん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 ついてきてる。やばいな。あ、やばいなと言いながらね、しっかりとね、立ち回っていきましょう。さあ、撃っちゃったよ。これ、撃っちゃったよ。さあ、後ろから。後ろからこれはカットできない、きついね。さあ、ここでクーダ持ってきましょうか。最近お気に入りのね、クーダですけどね。さあ、クーダ持ってきて、キチと出るか京都出るかっていうところなんですが、今回はいかほどに、あ、そっか、グレネードしかないですもんね、これ。いないね、いないね。こっちからはどっちから撃たれてるのかな、みんな。そっちから撃たれてるのか。2人カットされた。1人はカットした。よし、もう1人。ちょっと混乱してます。どこに行けばいいんだ、私は。あ、撃っちゃったよ。どっから来るのこれ。マジでわからん。あ、サプレッサーつけられるとね、ほんとわかんないんですよね。音聞けばいいっていう問題じゃないんですよ。マップに映らないのが強すぎるんですよ。まあ、サプレッサーをね、強化されましたもんね。さあ、やばいぞ。これやばいぞ。さあ、こっちから来ている。来ている。大丈夫。さあ、こっちからまたサプレッサーの時来るね。怖いね、怖いね。カットできるか。あー、きつい。そこ登ってくるよね。当たり判定は出たものの、結構ね、もう敵さんね、アクティブになってきましたね。冬眠から覚めたっていう感じなんでしょうか。いた、
いたけど、うーん、これはもうね数で勝負っていうところじゃないんですよね。さあ味方が突っ込んでいく。さあどうだ、1人カットしたい、カットしたいところだが、味方さん何をやっているんだ、どこに行っているんだ、んーなんね、んーなん助けに来てほしいんですけどね、こっちの気持ちは通じないということでね、やられた、やられたね、やられた、いや嘘だね、やっつけたね、いいですね、素晴らしいキルなんですが、 RPG じゃないよ君、ダメだよ、そういうことしちゃダメだよ。 HCXD さあね、次の武器は HVK 使っていきましょうか。完全なる気分ですけど、やめてほしいなそういうところね、スナイパーでプチプチするのはね味方に任せますよ、こういうのは。フーダの距離じゃないんですよね。おっかいいですね、ステルス迷彩か、邪魔が入ったまた青ということでね、いきましょう。おーっとトリップマイン、味方もう一人カットしたい、拡張マガジンだから大丈夫だ、うん、いない、さあ撃たれる予感だ、こっちからどっちから来る。さあ絶賛ね、またお庭でもね、猫がニャンニャン鳴いているわけなんですが、キネティックアーマーをもう惜しみなく使ってきますよ、裏取り失礼しますよ。もう一人、一人二人いるんじゃないかと思うんですが、来ない、こっちからやっぱ来るよね、荒ぶるエイム、今回も荒ぶっていくぞ。 HCXB を展開させてどっち行こうかな、こっちの方ね、自分が邪魔だ、ドン、よーし、オッケー、 HCXD キルということでね、どんどんキルしていきたい、キルをしたい、どいたくやごめんね、ごめんね、邪魔しちゃう。おーっと味方、味方じゃない敵に UAV を出してガンナ混乱してるぞ、オッケー、いいね、ナイスキル。さあさっきのランチャー野郎じゃないか、あれはケアパッケージが出てきたね、ちょっとね、とつっちゃいますよ、いましたね、いましたね、カットしていきたいところなんだが、これはエイムがクソすぎる。さあ次 HVK でしたね。さてとケアパッケージもねしっかり待ちましょう。この時間ね、いつも言っとるな、だるい時間なんですが、今回も UAV 出していきましょうか。さあ UAV アシストみんな頑張るのじゃ、結構敵さんがね向こうに固まってるからね、うーん負けてる、チームは負けてるね。 HVK を持ってきたわけなんだが、トイッと、さあどうだ、いや出てきたね、来るね、これは来るよ、角待ち、角待ち、角待ち、失礼しましょうか、いるじゃんけ、いるじゃんけ、さあ負けられない戦いがここにある。 OK、 ナイスキル。さあてこっちからも、おっと爆弾、気づいた頃には時すでに遅し、おっと爆弾、ドーンってね、結構範囲でかいですねこれ、やっちゃいました。それはないでしょう、それはないでしょう、ダメでしょそれ、なんでそこにいるのよ君。おっと上に登った、味方頼むぞ、敵か、いや味方だ、うん、すごい混乱してるね、いけないね、あやられたかなこれ。さあ応援に行きましょう、さあ倒していきます。電車ですね、電車の音聞こえますね、来るかなと思いきや、いや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 、電車にひかれろ、ヘルフキルはついていない、いやすごいな、あの電車の何ですかガードレールって何ですか、ちょっと待てよ、完全にリスキルでしょ、リスイッチどうなってるの今作っていうかね、今作じゃない今回のパッチでね、あと5人じゃん、やばいじゃん。さあ惜しみなく使っていくこのキネティックアーマー、カットカット、後ろ来ているのは知らないよ、17の17、おい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 、なんだ敵の0周目18レベが強すぎたね、これはサブアカだな、完全にサブアカの疑いです。いやたまにはねもうボコられる試合もいいですかね。おっと味方の一番下4の23、仕方ないですねさあどんどんね頑張って強くなっていた、いて、強くなっていただきたいところなんですが、いかんな50回目記念なのに全然ダメだな、はあはい、ではね今回は100対75で負けましたが、これからもねどうぞ、動画の方ねよかったら見てやってください、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴どうも最後までありがとうございました。以上からでした、さようなら、バイバイ。